みなさん、こんばんは。ティライです。今日はユノユノさんが活動するっていう知らせについて話してみようと思います。本当嬉しい知らせなんですけど、ただ喜べない知らせだと思いますね。今までの動画を見てる方はわかると思うんですけど、まだユノさんについて、叩く人も多いから、本当悲しいですね。韓国記事を見ると本当ひどいんですよ。前から思ったんですけど、なんでこんなにユノさんが嫌われてるのか本当理解できませんね。こうみんなが誤解するように記事を書くんですよ。タイトルを見ると無許可の付属店に出入り、話題のユノユノ、子供バラエティでカムバックって、日本の方は多分知らない方も多いと思うんですけど、韓国が芸能人に厳しいのってほぼこう子供が理由なんですよ。若い子供たちが芸能人を見てすごく影響を受けるから、子供たちの教育のため、芸能人にすごく厳しいんですね。今叩かれてるこうユノさんが子供のバラエティに出るからもっと話題になるんだと思います。こう韓国反応を見てもすごく悪いんですよ。コメントのいいね順番に見せると、一番最初が自粛の実感もなしでカムバックってこう書いてるんですけど、4ヶ月くらい自粛しましたね。友達がこの人を保護するために警察を体張ってこう塞いだし、その間逃げたんじゃないの。コロナの時に付属店にいて、逃げた人を子供たちが出演するバラエティに出るなんて、こうだから芸能人たちは罪をいっぱい起こすんだって、書いてるんですけど、これは逃げなかったって、知らない人がほとんどだっていうことですね。そして自分の純粋パーセントが 52% ってこう話をしたんですけど、侮辱店に行くのが純粋だから見たいですねって、こう書いてるんですね。夜には女性たちと遊んで、朝には子供たちと遊ぶの、お金も稼ぐし、なんであの方の出身は全部恥ずかしいのを知らないんだろう。セクハラをして侮辱店にいたのに堂々としてるんですね。本当わからない地域です。こういう反応もあるし、生きながらルームに行くことはあるでしょう。でも違うふり、綺麗なふり、いい人みたいに行動するのがやりすぎたって。この時にお酒屋さんで女性たちと遊んだのに子供が出る番組に出るなんて、男の芸能人は楽だね。ここまで読めますね。本当ひどい反応も多いんですけど、これが一般の人たちの反応です。こう동방신기から사퇴しろっていう反応もすごく多かったし、そしてユノユノが今出てるって言ったところがチェックディスアウトっていうところなんですけど、ここがもっと問題っていう反応も多かった。なんでユノユノを紹介したか理解できないっていう反応も多いんですね。韓国ユノファンサイトの反応は、こういう件について理解できないっていう反応でした。もう少し考えてみると、このチェックディスアウトっていうところは、普通のテレビ番組ではなくウェブバラエティなんですよ。それも有料ウェブ番組らしいですね。僕はこういうウェブ番組があるのも知らなかったし、多分ほぼ知らないと思います。こう活動を再開して、最初にするこう活動がこういうウェブ番組っていうことが、まず理解できないっていう反応ですね。そして多分誤解する人も多いと思うんですけど、これも今撮影したのではないんですよ。この番組は、ユノユノさんが話題になる前に、撮影したんですけど、ほぼ韓国記事にはこの話は書かなくて、4ヶ月ぶりに活動再開だと書いてるから、みんな誤解してるんだと思います。だから僕が韓国の記事を見ると本当悪意を感じるんですよ。多分僕みたいに調べない人は、あの姿が今のユノさんだと思う人も多いと思いますね。だから反応を見ると、こういう事件があったのに、幸せそうに子供と笑ってるとか、この放送で言った話で、すごく叩かれてるんですね。本当に活動再開なのか、この再開が、ユノのためだと思えないんですよ。こう活動だって言ったら、編集もあるし、
もうちょっとユノさんが話題にならないようにできたんじゃないかなって思ってしまいますね。僕も今ユノさんが出ると叩かれると分かってたのに、もっと話題になるポライオティに出演、これが理解できないんですね。そして靴の販売予告まで、本当これがユノさんのために復帰する最初の番組なんですか。まあユノのためになるなら、まあ、喜べるんですけど、僕の考えすぎかもしれませんね。こう SM みたいにでかい会社がこれを予測できないっていうことが、ちょっと疑問になりますね。まあ僕も皆さんにいい知らせをご伝えたくて、まあいいように考えようとするんですけど、こう反応が悪いから、まあ、批判的になってしまうのかな。なんかちょっとこうユノさんの話題が収まろうとしたらまたこういう話題が出るし、こうなんかちょっとこういう感じじゃないですか。こう日本の皆さんはどう思いますか。なんかちょっとこういうのが続くような気がしますね。まあ本当にユノさんのためになるなら、まあ、僕は本当応援します。まあでも僕にできることがないし、ユノさんの姿が見たいからチェティスアオっていう番組を見ると思うんですけど、これが少しでもユノさんのためになると嬉しいですね。まあこういう記事が出て、まあ、ユノさんのファンサイトも今すごく攻撃されてる状態だし、またいろんなサイトでこうユノさんが叩かれてるんですけど、こうみんなで乗り越えたらいいなって思います。でもユノさんがこう復帰することができて本当嬉しいですね。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽々。